はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は3月の28日木曜日、時刻の方は10時22分です。ぴょぴょー。はい、そんなわけでね、今回はよいしょ、はい、弓デジ S3 プロ、こちらの、まあ、ベータ検証を皆さんに提供したいと思います。で、今回皆さんに、出す情報というのは、一番質問が多かったです。動画にも手ブレ補正機能がついていますか、ね、これを知りたい方が多いと思います。で、今回の動画でそれがある程度の、ね、ヒントになるのではないかなと思います。ただしね、はい、こちらをね、ちゃんと理解できる方のみ見てください。元気なおじいの本体はプロトタイプになっています。どういうことかというと、現在搭載されているファームウェアは正式バージョンに上がる一歩手前のバージョンになっています。動画の機能、そして、画像の機能、ね、については、まだ一部機能が搭載されておりません。例えば48メガピクセル の動画の機能だとかね、エフェクトだとか、そういったものがありません。で、例えば静止画もぼかしの機能とかもありません。で、すべてのメインにおいて微調整もまだ、ね、最終調整をされる前のものです。このベータファームのテスター、本来は皆さんに情報を出すものではありません。自分で使ってみて不具合があったら、ここが不具合があるから直してねということで報告をする。これがテスターとしての役目になります。本来は水面下に閉じてしまう内容になります、ね。ただ、あえて今回はね、もう製品版に限りなく近いということと、正式版のファームがここ1日2日中に出るということをね、聞いているのでね。なので、あえてね、まあ、ベータ版として皆さんに情報提供をしたいと思っています。ただ、本当にね、この内容を理解できる方のみ見てください。理解できない方はお帰りください。ね、それを前もって、伝えさせていただきます。そうしないとね、本当にね、いろんな世界各国の勘違い野郎がいろんなコメント来るんでね、正しく理解できる方のみ見てください。はい、そんなわけでね、S3 プロでございます。ね、もう電源当てなくてもね、もうこれよいしょ、パッて起動しちゃうかな、これね。これ、指紋センサーがね、結構反応が良くて、もう、パッてやると、パッとついちゃうからね。顔認証も、早いんだけど、撮った時に、なんかもう、なんか、自然にここ触っちゃうと、パッてついちゃうから、もう指紋認証やりたいのに、なんで先ついちゃうのって感じで、つくなよっつってね。指紋認証なしで、もう顔認証オンリーだけにね、できるなら、それが一番いいなと思って、なんかさ、せっかく顔認証で、ね、そのパッて会って、それを楽しみたいのに、うっかりここ触っちゃっただけに、もう起動しちゃってるから、なんか楽しみ半減だよね。21世紀をもうちょっとこう楽しみたいっていう、わかる？まあ、そのうち慣れちゃうんだろうけど、もっと21世紀を楽しみたいんだよ。ね、はい、まあ、それさておいて、長くなっちゃうからね。はい、カメラ起動でございます。まあ、カメラ起動の前にね、まあ、ちょっと、よいしょ、こちらね、ロジクール C920R でございます。ここにね、このマイクのここのところにね、ぶら下げております。で、今撮影しているのは、はい、あそこにあるパナソニックの、V360MS というやつです。で、同時に出すと、はい、このようになってますね。はい、このようになってますね。はい、こっち、これがパナソニックで、こっちがね、ロジクールです。ロジクールの方はね、まあ、ちょっとオートフォーカスが苦手なのでね、ご了承ください。あと、色合いがね、おかしいんだよね。はい、まずね、まあ、ほぼ、元気なおじい、しめじとスピードテストをインストールしたけど、それ以外はね、標準で、明るさをね、おじ、暗くしちゃってあるんだ、これね。デフォルトもっと明るかったんで、おじ、目に悪いからね、暗くしてるんでね。ランチャーもね、デフォルトのまんまです。ね、まあ、これ、いらないやつ、どんどんね、消さないとね、でも最初、こんだけ入ってるよっていうことで、
おじいが後から入れたのはこのランチャーと、しめじぐらいです。あとみんなもともと入ってるやつ、これね。まあこんなにいっぱいいらないね。それで、カメラ機能ね。で、カメラ機能のここのところに動画ってあるんで、この動画をね、これで動画のモードになりました。で、動画のモードになった時に、これ今ね、アウトカメラ使ってます。これ、アウトカメラね。で、アウトカメラの状態で、この設定画面を見ると、ここにね、EIS、ね、EIS、これが今ね、オンになっております。ね、まあ、ロジクールなんでね、本当にちょっと、うまく撮れないけどもね、この EIS ね。そして、次はインカメラにしてみましょう。これがね、今、インカメラになりました。このインカメラの状態で設定項目を見てみましょう。ね、まあ、同じようにね、EIS と、ね、なっております。ここがね、今、オンになっております。この EIS っていうのを、まあ、ちょっと今ね、オフにします。で、これ横画面にして、まあこれね、本当に今ベータだからね、本当、そこのところ頼むね。まあちょっと見るとね、EIS と、ね、これもね、言うんだよ。外人がね、フォーカスが合ってないとかね、しょうがないじゃん。ロジクール、ね。で、この EIS とかね、あとマイクのオンオフ、そしてこれがね、画面のこれ大きさ、これね、画面の大きさを表しています。これ今ね、フル HD になってますね。そしてフリッカー防止ね。で、ビデオフォーマット、ビデオフォーマットは 3GP と MP4 2種類から選ぶことができます。で、あとこの GPS ロケーションってね、これはまあ、どっか旅に行った時にね、これはどこで撮ったっていうね、まあ、新しいやつね、埋め込むやつあるよね。このロケーション、これはどこの位置で撮ったのかっていうね、データを埋め込むことができますね。で、フリッカー防止ね。で、今、動画はね、これベータなんで、48メガピクセルのサイズはない、フル HD が最高になってます、今のところね。じゃあね、今この状態で、EIS をオフにしました。これね。で、この状態で、ね、この状態で、こうやってね、こうやって回して、今から録画を撮りたいと思います。で、これね、どっちの状態で、する？どうやって撮ってるのかさ、こうやって、ちょっと見せた方がいいでしょう。ね。この状態だと、どうやって撮ってるかね、あんまりよくわからないと思うんで、まあ、両方のね、ダブル画面でね、お見せしたいと思います。じゃあ、今からね、ここの録画ボタンを押したいと思います。録画、スタート。ぴょっ。いい？これでね、まあ、ちょっとおじいにフォーカス合ってるかどうかわかんないけど、この状態で、こんな感じ。どう？これぐらいの、これだったらね、手ブレ補正の、まあ、ちょっとしたね、テストになるのではないかなと思う。まあ、実際はこんなに触れることはないと思うけどね、まあ、ちょっと反対回しをこうしちゃったりして、で、またこっちにこう戻ったりなんかしてね。よいしょ。今保存しました。で、次に、まあ次にっていうか、ちょっと待って。じゃあ、今の動画をね、じゃあ先にちょっとお見せするね。よいしょっと。それじゃあね、今撮影したものです。
ちょっとした、ね、テストになるんじゃないかなと、まあ、実際はこんなに触れることはないと思うけどね、ちょっと反対回しこうしちゃったりして、でまたこっちにこう戻ったりなんかしてね。はい、はい、はい、そんな感じでね、今これがおいしょ、はい、今ね、もう編集なしでここで今撮影したものね、喋ってるのも全く一緒でしょね、ノーカットで皆様にお伝えしますね。はい、それじゃあね、次にこの設定項目、ここの EIS というところを、これをね、オンにしました。EIS をオンにします。はい。そして、ここね、ここ、録画ボタンを押しよう。せーの、ぴょっ。はい、こんな感じでね、はい、さっきと同じように、ちょっと待って、よいしょ、こうしないとね、うん、平等じゃないね。はい、こんな感じで、ぴょぴょー、はい、ぴょ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 ー、はい、次反対、よいしょ、はい、ぴょぴょー、はい、こんな感じでね、ぐる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 、はい、次また反対、はい、ぐる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 、はい、ここまで、よいしょ、はい、ちょっと今ね、最初出だし、この画面にするの忘れちゃったけどもね、しょうがないね、そこだけはご理解ください。はい、それじゃあね、今のやつを再生したいと思います。はい、ここでもうね、すでにお気づきの方もいると思います。このね、EIS というやつね、これをオンにするのとオフにするのでは全然違います。で、同じようにこうやってね、こうやって振って撮ってたね、そこに違いはありませんね。そしてもう一度ね、見てみましょう。注目してほしいのはね、今これオンの状態だけど、ここの後ろの棚の部分を見てください。後ろの棚の部分、フィギュアとか飾ってあるけどもね、この棚の部分をね、よく見てください。ほらね、後ろの棚のフィギュアの部分、箱の部分とかね、ね、時計もほら、こんな状態で、おじいがぐるぐるね、動いてくる。はい、棚の部分ね。はい、記憶してもらえたでしょうか。これが1個前の動画です。EIS をオフにしている状態です。はい、同じように後ろの棚を見てください。はい、この棚の部分見てください。これぐらいの、これだったらね、手ブレ補正の、まあ、ちょっとした、ね、テストになるんじゃないかなと思う。まあ、実際はこんなに触れることはないと思うけどね、ちょっと反対回しをこうしちゃったりして、ね、ここの部分ね、後ろの背景の部分ね。はい、はい、よいしょ。
ここまでかな。はい、こんな感じ。はい。この EIS っていうのは、手ぶれ補正の部類なのかどうなのかわからないけど、この EIS というのをオフにすると自分が中心になっている。だからこっち側がこうなってるので、当然元気なおじいがこのカメラから見たらね、ここの部分、こういうかこここうなってこうやって映ってる状態なんだね、本当はね。にもかかわらず、EIS がオフの状態だと元気なおじいを中心に後ろが揺れているっていうかね、こうしてなってるのに元気なおじいを追いかけてたよね。それで EIS をオンにすると背景を中心に元気なおじい自体がぐる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 回っていたね。でこれだけ揺れてね、この手ぶれ補正っていうのはこの EIS っていうのがね、ちょっとおじいよくわかんないんだけど、A3 Pro にもね搭載されてる機能なんだけど、ただ翻訳してないだけなのかなって最初は思ったんだけど、実際問題はね、この画像の、よいしょ、ちょっと待ってね。今これね、写真モードです。これね、これが、よいしょ、写真モード、見えるかな？今ね、画像モードになってます。で、画像モードに、なってると、これ48メガピクセルのになってると、いい？表示サイズ48メガピクセルになってるとメニューはこの状態です。それでこの48メガピクセルをよいしょ、解像度をね、じゃあちょっと下げます。16対9ね、16メガピクセルに落とします、ね、違ったかな、ちょっと待ってよ、モードが違ったかな、このプロかこれか、ちょっと待って、分かんなくなったぞ、ちょっと待ってちょっと待って。あれ、おじい、わかんなくなっちゃった。どこでやったっけな。これは、ちょっと待って、今、ここの、ちょっと待って、なんでこの画像になってんだろう。フロントカメラの、これタイムラプスしてまって、この、ちょっと待って。これとこれで違うのかな、撮る音。ちょっと待って。あれ、おじい、どこで見たんだろう。ちょっと待ってね。ちょっとね、今ね、よいしょっと。今ね、ピンチです。あれ、どこで見たっけな。ちゃんとね、手ぶれ補正ってね、メニューがあったんだよ。あれ、何をオンにしてる時なんだろう。AI をオンにしてる時かな。違うな。ちょっと待ってね。おじいもまだまだね、これ HDR を、あった！ HDR だ！HDR これだ。今 HDR をオンにしてあったんだけど、 HDR を今ねオフにしました。これで HDR をオンにしてある状態でね、本当ロジクールダメだね。これ今オンの状態でメニューを見ると、はい、この状態です。それで HDR 機能をオフにすると、はい、このように手ぶれ補正っていうね、メニューが出てきます、ね、なのでこのね、手ぶれ補正
という名前はちゃんと分かってるはずなので、なので手ぶれ補正ではないね、手ぶれ補正の機能ではない。だから被写体を中心に追っかけるのか、後ろを中心に追っかけるのか、そこの違いなんだよね。でこのね、EIS をオンにすると背景を固定するね。でこれオンにすると自分を追っかけてくれるね、フォーカスになってるものはね、この機能になっています。だから手ぶれ補正だと思ってたんだけど、 EIS がデフォルトでオフになってるっていうのは、こうやって自分を撮るときに自分がこう画面から外れないように自分を追っかけてくれるように撮影してくる。で撮ってるときは確かにこう、まあ、これでもこう追っかけてきてくれてるのかね、これね、多分ね。でも違うね、これこう後ろが動いてるんだよ、これ後ろが動いてる、これね、後ろが動いて明らかに後ろがブル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 こうしてるので、でこの EIS をこれオフオフにしてこうしても後ろが動いてるので、撮影してる時は変わんないよ。これこうでしょ、これ今 EIS オンでしょ、ほら後ろの背景動いてるよね、これほら動いてるよね、ほら後ろの背景動いてるよ。それで EIS をオンにする。でほらやっぱ動いてるよ。だから動画の再生編集してる時に変わってるんじゃない、これ。そんな気がする。この機能はね、でも手ぶれ補正が効いてるのかどうなのかっていうと、おじい的にはこんだけこうしてやってて手ぶれ補正というか、もうちょっとぶれても良さそうだなと思うんだけど、ある程度は抑えられてるような気がする。でこういうね、カメラの光学手ぶれ補正だと潜水艦ね、潜水艦とかこうやって船をこうやってね見てるような、こうやってふわんふわんふわんって感じで、なんかちょっとスローモーションっぽいような、ああいう感じで滑らかに移動するっていうね、多少の揺れだったら安定してくれてるっていう、あれが光学手ぶれ補正なんだね。レンズのこれをこう押さえてくれるっていうのがね。でもし皆さんの頭にある手ぶれ補正機能っていうのが、こういうカメラの光学手ぶれ補正と同じものを求めているんだったら、それはノーということになるんではないかなと思います。で電子手ぶれ補正っていうのがね、たくさんのね、例えば48メガピクセルだったらね、この大きさで撮ったものは、撮影したものはもうこの画角でしか撮れないけど、画像をちっちゃくしてね、フル HD とかね、これぐらいで撮った場合、実際に撮影してるのは この枠の中で撮影してるんだけど、ここの部分をフレームにしてね、真ん中を撮ってると、実際には このフル HD のね、よいしょ、こんだけの枠で撮ってるんだけど、フレームはここだよっていうね、うんと、この上下がちゃんとあるわけなんで、電子的に補正してくれてるね。でそれによってね、多少は滑らかになってるような気がするんだけど、この今見たこの機能っていうのは、そういった意味の手ぶれ補正として見てもいいのかどうなのか。で確かに再生してみると滑らかだよね。でしょ、光学手ぶれ補正ほどまではいかないんだけど滑らかでしょ、
カク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 してないよね。なもんでその電子手ブレ補正は効いてるんじゃないかなっておじ思うんだけどね、どうでしょう。だ撮ってる時は撮影してる時はブレてんだよ。あの今見たように後ろがこう後ろの背景がもう消えたり出たり消えたり出たりしてるんだよ。でも撮影が今フル HD でやってるでしょ。で再生するとだから結局滑らかになってるんだよこれがね。ほら、こんな感じでね、はい、さっきと同じようにね、カメラを動かしてるのに、後ろが回ってないというのはおかしいでしょ。ほら、はい、ピョ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 、はい、次反対、よし、はい、ピョピョ、はい、こんな感じでね、ぐる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 、はい、ね、それでさ、これがオフの状態だよね。まあ、ちょっとお尻にフォーカス合ってるかどうかわかんないけど、この状態で、はい、こんな感じ、どう？これぐらいの、ね、これはおじをかけてくれてる。まあ、ちょっとしたね、テストになるのではないかなと。まあ、実際はこんなに触れることはないと思うけどね。まあ、ね、後ろの背景は揺れてるけど、おじを中心にね、捉えようとしてくれてる。ね、なので、これ、電子的に、まあ、位置関係の補正と、あとその、手ぶれに関してもね、これ補正かかってるよね。これ見て滑らかにかかってるよね。でこれと同じものがA3 Pro だとね、確か写真しかなかったんだよね。ただ HDR オンオフで変わってくるかどうかって、うん、ちょっとこれ A3 Pro を見てみましょう。 A3 Pro ね、よいしょと。この A3 Pro の場合だと、まあ、HDR 機能はここにあるんだけど、今これ動画にした状態で、で動画の状態で HDR 機能がないんだよね。それで、よいしょ。ここの項目があって、まあ、標準のノーマルで撮るか、パノラマで撮るか、あと、ここがね、露出。で、ここのところ、ここでエフェクトが選べて、で、まあ、写真モードは今、オフになってて、これはね、ね、まあ、ロジクールだからね、うん。で、ここに、EIS がオンになってる、これがね。でこれ動画の画質がこれ720になってるけど、まあ、フル HD720 になってるけど、動画モードで撮影モードでね、この EIS さ、これが同じ状態で働くのか、ちょっとこれあれだね、今 EIS オフにして、でフロントカメラにして、じゃあちょっと同じように撮ってみようか。同じ機能が A3 Pro にも入っていたの、うん、じゃあちょっといくよ。せーの、はい、録画中ね。はい、ぐるぐるで、おじいね、目が悪いんで、色はね、これ今思いっきり明るさを抑えてるんで、ちょっと今パッと出したんでね、皆さんにお見せできるような明るさにしてないからね、そこだけご了承ください。はい、じゃあね、ちょっと再生してみましょう。後ろが動いてるね。で元気なおじいを中心にして、
まあ、夢野千春さんもね、この検証をやっててくれたんだけど、はい、それでね、ちょっと戻って、じゃあ、今度はね、この EIS ね、これをオンにしましょう。ね、はい、それじゃあね、これで動画を撮影に入ります。はい、撮影に入りました。ね、はい、ぐる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 、はい、ぐる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 、はい、ぐるぐる、はい、ここまで。あ、これ2画面にするの忘れてたね。まあいいか。はい、それじゃあいくよ。まあ、振りが大きかったけども、まあ、頑張って後ろに揃えようとはしてるね。もう、画素数があれなんだね。同じ振りだとちょっと追いつけないんだね、もう。まあ、それでも後ろの揺れが限りなく限界までね、揺れないように頑張ってくれている。ね、頑張って。これね、よいしょ。ここで皆さんお気づきになったと思うんだけど、ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。はい。こちらの方の EIS が、補正しきれなかったのは、この範囲に対して、撮影している、センサー、こっちは48メガピクセル、4800万画素を撮ってるけど、こっちはそこまでないよね。だから、同じ場所で、同じ距離で撮ってても、この範囲がもう飛び出ちゃってるから、作れない。ない。ない。だから、ないから、そこの、もうそこを写すしかない。補正のしようがない。この間だね、ここまで撮ってて、この枠の中でこうやって動いてる分には滑らかにいくんだけど、ないからね。だからこれ飛び出たらもうここを使うしかないっていう。まあこれ、同じ検証してても、やっぱり4800万画素じゃない。これフロントカメラ2000万画素だからね。2000万画素とフロントカメラこれ500万画素ぐらいだっか。それの差が出てきた。だからアウトカメラでやったらもっと差が出てくるんだよね。ちょっと待ってね。A3 Pro のフロントカメラって。あ、間違えた。仕様って。仕様の感じが。よいしょ。機能性能。フロントカメラはね、500ぐらいじゃなかったかな、違ったかな。あ、インカメラ、ごめんね、800万画素だった。ね、800万画素、ごめんね。800万画素なんだね。で、アウトカメラが1200万画素。ね、1200万画素と500万画素。ね、OG の500っていうのはその間、シャブルカメラの方だった。A3 Pro の方は1200万画素と500万画素ね、そのコンビネーションになります。で、ユミネジは48メガピクセルなんで、アウトカメラは実に4倍あるんだね、メインカメラがね。で、インカメラはこっちは2000万画素、 S3 Pro は2000万画素に対してこっちは800万画素なんで、まあおよそ3倍あるってことなんだね。3倍、3×24、まあ、2×8×16、11×15×22、そうだね、まあ、2.5倍ぐらい、2.5、2×8×16、11×15×20、そうだね、2.5 倍、ね、A3 Pro の 2.5 倍あります、A3 Pro。だから2.5 倍違うと全然違うよね。うん、だから2.5分の1しかない中で、一生懸命、
補正しようと思ったけど足りないから、もうそこまでこんだけ触れてたらねえよっつって揺れるしかなかった。だから小刻みに揺れてる分には補正できてるんだろうね。なんでやっぱりね、画素数はこういう電子補正について大きな役割をしてくれるっていうのがこれで証明できたんではないでしょうかね。じゃあ今度はね、アウトカメラね、あ、ごめんね、アウトカメラに関して検証したいんだけれども、そう、これまだプロトタイプでベータファームなんで、まだ動画に関してはね、アウトカメラまだ皆さんが知りたい4800万箇所ね、フレーム数20フレームだか、それで調整したよっていうね、それがまだない状態なので、なので検証することはできないよね。まあそれでなくてもいいならちょっとやってみるけど、どうでしょうね。うん、よいしょ。ちょっとこれ今ね36分ちょっと長くなっちゃってるんで、どうせまたこれつまみ食いしかしてもらえないだろうから、一回ちょっとここでね、一回ここで中断したいと思います。夢デジ S3 Pro の2000万箇所のインカメラでの、まあ、EIS 機能のオンオフ、まあ、手ブレ補正のオンオフ、あるのないのっていう答えについては、これ、なんて言ったらいいのね、これ手ブレ補正になってるよね、これ、滑らかにこうなってるからさ、どう？おじい的にはこれは、手ブレ補正って呼んでいいと思うんだけど、自分を中心にするか、背景を中心にするかの切り替えができる、どっちかに合わせる手ブレ補正がついてると惜しいは思うんだけど、皆さんの考えはどう？皆さんの頭にあるのは、こういう光学手ブレ補正じゃないとダメってことなのかな？そういう意味なのかな？ちょっと、わからないけど、惜しいの解釈では、電子手ブレ補正は搭載している。ね。A3 Pro でも搭載している。ユミデジの商品には、ね、手ブレ補正機能は搭載していると、おじいは個人的には思っています。ね、なので、まあ、ここはちょっと、おじいもその EIS 機能っていうのは正しく何を意味するのかわからないので、もうあくまでも自分を中心にした補正、背景を中心にした補正、これは手ブレの補正であると思っているので、そう解釈しています。間違ってんのかな、合ってんのかな、わかんないけどね。まあ、夢の千春さん、いかがでしょうか。これ手ブレ補正でいいよね。これね、搭載してるということでね。で、光学手ブレ補正と電子手ブレ補正のは明らかに結果がやっぱ違うのでね。光学的にレンズの補正でやるのと電子的にね、プログラムでこの画像をこう調整するのでは違うのでね。光学ズームとデジタルズームの違い分かるよね。光学ズームだとこのレンズのこの距離で綺麗な画像でこうズームすることができるけど、ね、電子ズームだと、ね、デジタルズームだと画像は変わらないんだけど拡大をしてってね、ズームをするっていうこの違いがあるよね。なので同じズーム機能でも光学ズームと電子ズームでは違う。手ブレ補正も光学手ブレ補正と電子手ブレ補正では違うっていうことだよね。まあここがまず理解できないとっていう話になっちゃうね。うん、まあおじいもあんま詳しいことよくわかんないけど、でもなんとなく理解できるね。はい。まあこれがプロフェッショナルな方になってくると、おじい何シンプカップなこと言ってんだってなるかもしれないけど、素人的にはこんな感じ。おじいは実際に自分で撮ってみてこれぐらいで撮れれば、手持ちでこんだけ綺麗に撮れれば、まあ滑らかに撮れてる方だと思うよ。でこれでもしもっと不満があるんだったら、これがつけられるジンバルかいってことになると思うけどね。はい、いかがでしょうか。元気なおじいでした。今回のこの動画がね、ちょっとでも参考になったらグッドボタン押してもらえるとね、励みになりますね。まあここのとこちょっとね、こっちが多かったりとかね、文句しか来なかったんでね、本当ね、まあ励みになります。そんなわけでチャンネル登録もね、もしよかったらよろしくお願いします。で、皆さんからいただいたコメントは、セカンドチャンネルの方で、ね、セカンドチャンネルの方でコメントの対応をしています。メインチャンネルでは、
コメントに対してハートをつけてね、一見ね。でもセカンドチャンネルの方でハートをつけたっていうことはコメントを読み上げて編集をしている録画をしているので、まだ1万人超えるまでは全員ね、ほぼ全員のコメント返しをしています。セカンドチャンネルのね、コメント返信雑談はこのびっくりマークの中を見ていただければ、動画再生リストに行けるようになっているのでね、もしよかったらそちらの方も見てください。そしてこの、EIS だけか、この機能については、夢の千春さんが、過去に A3 プロでね、検証してくれているので、そちらの方も参考にしてみてくださいね。夢の千春さんの、動画もね、字忘れなければ、このびっくりマークとね、ポン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 のところにも置いておくので、よかったら見てみてくださいね。夢の千春さんはね、本当にこの今 A3 プロ、夢デジでは A3 プロをね、今買って手元にあって、で、いろんなことについて検証をやってるのでね、もう疑問があれば夢の千春さんはもうものすごくフットワークが軽いのでね、その皆さんの疑問に答えるべくして動画を作ってくれますね。で、夢の千春さんはライブ配信もね、よくやってくれてるので、リアルタイムでね、コメントをやり取りすることができます。ね。なのでね、まあ、夢デジファンの方、ね、夢の千春さん、ね、ぜひ、見に行ってみてくださいね。あ、すごい参考になるなと思ったらね、チャンネル登録してみてくださいね。おじい、ものすごく夢の千春さんから、ものすごく知識をいただいてるし、アプリの紹介をもらったりとか、あと、ニューロ光、もう、Wi-Fi 環境がものすごく速くなったし、ネットもものすごく速くなりました。これも夢の千春さんからの紹介で入ったんだけど、ものすごくね、有益な情報を出してくれてる YouTuber の方ですね。本当よくお世話になってますね。もしよかったらね、夢の千春さんもね、機会にご覧になってください。そんなわけで、元気なおじいでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。そんなわけで、またね、バイバイ。ぴょぴょー。